メモリアルその3、アラメモ70回その3、さっきヨシさん消しちゃって、そう、なんかノガチ君が一生懸命中国的な感じで漢字で書いてくれた、メモリアルって感じだね、私が消してしまいました、ね、だからすごく雑な感じの適当に書いてみましたが、前回に引き続きラーメンのこだわりということもあるんですけど、はい、ノガチ君のラーメン、好きなラーメンベスト10、ベスト10 10種類もラーメンあんのかみたいな、行き当たりばったりのことですか。でも僕ね、でもねじゃなくて全く関係ない話かもしれないんですよ。何ですか。全く関係がない関係ない話しちゃう話かもしれないけれども、はい、ラーメンよりもつけ麺が好きです、はい、つけ麺好きですよね。でもつけ麺頼んでるイメージがどうして好きなんですか。つけ麺食べやすくないですか。ラーメンこの間でも私おそばのつけ天というのがありました。それは天ぷらつける、あったかいおつゆに天ぷら、エビの天ぷらが1個入ってて、うん、で、ざるそばみたいなそばをあったかいおつゆで食べる、ラーメンのつけ麺のおそば版みたいな、うん、ほう、なんか納得、何関心、別に興味ない、いやいやいや、いくらでございます、うん、もうで、うん、で野賀チル好きなラーメンベスト10、ベスト10、はい、第10位じゃらじゃん塩ラーメン、どこ出したの塩ラーメン、はい、早いね。じゃあ第9位、味噌ラーメン、じゃらじゃん。第8位、醤油ラーメン、じゃらじゃん。第7位、五目ラーメン、はい、五目ラーメン、五目ラーメン、はい、何それ。ラーメンの上に野菜がいっぱい入ってる五目ラーメン、はい、あー、はい。じゃあ第6位はじゃらじゃん豚骨ラーメン。おお、豚骨ラーメンは何かこだわりありますか。紅生姜入れますか。入れます入れます。魚はいっぱい入れます入れます。もうなんか白いやつがもうすっごい汚い色になっちゃうみたいな、そう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 、そういう食べ方する人ですか。うん、ニンニクもあったらこえ、ニンニクも入れちゃう、何でも入れちゃう、はい、入れたがりない、入れたがりない、なんかやらしいです。第5位はじゃらじゃん醤油豚骨ラーメン、そういうのもありの、うん、ミックス的な、なんかあのソフトクリームのチョコとバニラのミックスみたいな、なるほど。そこはなんかこだわりあるんですか。醤油豚骨ってことも、まあ醤油と豚骨混ざって美味しいじゃないですか。あまりきたりないけどな第4位はだらじゃん、つけ麺、あつけ麺、そこはなんかこだわりがあるんですか。つけ麺は厚盛りあります。厚盛りとは何ですか。麺があったかいやつ、麺があったかい、麺があったかいんですか。はい、おつゆがあったかいんです。まあおつゆ基本的にあったかいのはつけ麺のおつゆって。そうなんですか、うん、冷たいおつゆはないんですか。まあ好きじゃない、好きじゃない。つけ麺の味は特にこだわりはないですか。味、特に味より麺派、麺派なんです。麺派に太くなきゃいけないんです。わかりました。ということで10から4枚のガチ君の好きなラーメンを聞いていただきましたが、はい、ここでは11時間のなんかスポットライトということでですね、一つ今注目のラーメンを挙げていただきたいと思うんですけども、じゃあね、52位あるんですか。ちなみに51位は何だったんですか。51位、一郎ラーメン。一郎ラーメン、それどういうラーメンですか。一郎が作ってくれるんですよ。いいですね。その注目の52位は、天ぷらラーメン。天ぷらラーメン、それはどういうところに注目ですか。これはですね、天ぷらと普通天ぷらラーメンって言ったら天ぷらと普通のラーメンしか出てくると思うんですけども、はい、天ぷらしかないんですよ。天ぷらしかない、うん、ラーメンがない、そう、それで天ぷらラーメン、そう、よく意味が分かりません。そう、どういうこと。これから進化していくところなんですね。おお、でまだあの巨匠高橋健が、誰ですか巨匠高橋健が考案中なんで、考案中、もう3ヶ月ぐらいしないと天ぷらラーメン形にならないけども、まあ注目っていう意味では、まあ、52に入れたわけです。
わかりました。じゃあ僕の天ぷらラーメンですね、いつか世に出るときに作るのかもしれない。必ず出ます。わかりました、ありがとうございました。はい、それではベスト3ですね。第3位はこちらです。第3位は、早くしてください。はい、すいません。はい、第3位は、はい。ガクと豚骨ラーメン。はい。はい、ガッキーと豚骨ラーメン食べます。豚骨ラーメンもランクインしてたと思うんですね。ガッキーと食べるから味違うんです。味が変わるんですか？全然違います。それはなんかオプションなんですか、ラーメン屋さんの？オプションじゃない、僕ガッキーと食べに行くから。いいね、変わりました。はい、いいよ。ガッキーと醤油豚骨ラーメン、これはどういうことですか？ガッキーと醤油豚骨ラーメン食べに行くんです。わかりました。じゃあ、ハイアル第1位を発表していただきたいと思います。はい、あら、まあ、皆さん予想できてると思うんですよね。きっとそれを裏切ってくれる答えが出てくると思いきや、どうなるのか。ガッキーとつけ麺。ガッキーとイケメンじゃなくてつけ麺。つけ麺なの。じゃあ、ノマチクはイケメンにはならない。なんか一生懸命ボードを消してますね。イケメンって書いてます。僕イケメンとか言ったらどっかの芸人さんみたいなこと言ってますけど大丈夫ですか？ということでお届けしました、はい、マチ君の好きなラーメンベストで、もう前予想通りグダグダになってしまいましたね。でもまあアドリブみたいなところもありましたから頑張ったんじゃないでしょうか。52とかですね、あれ予定外だったんですけども、はい、ということで、今回はラーメンについてねお届けいたしました。鼻詰まりの声で申し訳ございません。はい、終了。ローガン・ラガンズの原宿メモリアル。